お疲れ様です。お疲れ様です。どうも。ちょっとね、どうしたの？言いたいことがあるんですよ。おお、なんか怒られんの俺。いや、これね、まあ友達から聞いた話なんですけども、はいはい、エアコン買いましたと。今年。はい、はい、はい。結構ね、大手、有名メーカーですよ。買った時に、信用してたわけですよね。うん、ただなんかいろいろちょっとトラブルがあって、サポートしっかりしてるからってことでね、うん、買って、で、問い合わせたらしいんですよね。うんうん、ところが、たらい回しにされたりとかね、結構ひどい目にあったとかって言って、未だに治ってないとか、なんか言ってるんですよね、この猛暑なんか。はいはい、はい。そんなこと本当にあるのかなと思って。まず、二つ言いたいことあって、その話、ちょっと前に聞いたね。聞きました。中の人から、ちょっと前に聞いた、それ。あれでしょ？ティーキンさんの話でしょ？そう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 。ティーキンさんのエアコン買ってっていう話だよね。そうです、そうです。あ、ちょっと前に聞いたのと、いまだに治ってないの。そう。やばいですね、それね。やばい、死んじゃいますよ。いや、死んじゃうね、本当にね。そうね、なんかね、やっぱ夏ってもうすごい繁忙期っていうか忙しくなるから、そういう問い合わせってもうめちゃめちゃ、来るわけですよ。うちらみたいな末端のエアコン屋さんでも、水も漏れましましたとか、なんか冷房効かないんですとか、変な音するんですっていうのが、夏ってやっぱバカスカ電話来るのね。で、自分たちがやってないとこ、関係ないところでも、とりあえず空調って名前ついてるから会社に、空調でなんかあった時にネットでバーッと調べてすぐ電話くれてみたいな。これはちょっとつけたとこじゃないとわかんないなっていうやつは、もううちで行ってもどうしようもないから、それはうちでもどうしようもないっていう案内しかできないんだけど、普通にメンテナンスしてほしいとか、まあ水漏れてるからちょっと対応してほしいっていうのはまあ行くようにしてんだよね。でもやっぱりうちも人数にも制限あるから、毎日必ず電話来たやつ行けるわけでも、行ってあげれるわけでもないし、うちらみたいな会社です。この規模感でそれだから、それこそメーカーさんなんてさ、自分が買って、で壊れたものがあったら、もうとりあえずそこに書いてあるわけだから、メーカー名がさ、そこに電話するのはやっぱお客さんの心情でもあると思うし、で実際そのメーカーが、いやそれうち関係なくねみたいなさ、うちで買ったんじゃないでしょっていうところだってもちろんあると思うしね、うん、対応しきれないのはわかるんだけど、やっぱね、毎年夏はね、各メーカーさんがね、お待たせするっていうのはだいぶ効くんだよね。しかも今回そのディーキンさんだよね、買った時のあれでしょ、初期で本体がふやけてたっていうか曲がってたって話だよね、はいはい、でもあれでしょ、使うのには正直問題ないわけなんですよ。冷房は普通に出るし、出るんだけど、見た目がもうあからさまにさ、なんか下の部分がベニョンって曲がってるから、うん、あれはまあまあ初期不良だろうね。あれ段ボール開けた時点でああいう風になってたって言ってたし、誰かが足でガーンってぶつかって割れてるとかそういうんじゃないのね。もうそのケーシングっていう外側の側がもうはまってない、爪にはまってない状態に来てて、もうそこがもう癖ついて斜めっちゃってるから、あれはもう初期の問題なんだろうけど、まあ確かにそういう今使えてるところとか、命的にこう関わるところじゃないやつって、やっぱメーカーさんもちょっと後回しにする傾向があるよね。それで全く同じ内容で、俺去年もね、お客さんから来て、で見に行って、で、ケーシングが実際に曲がってて、まあこれはもう初期の問題だから、コンタクトセンターに電話してあげるといいっすよ。メーカーさんで側交換とか来てくれると思いますよっていう話して、半年待ったって言ったよね。え？半年。で、さすがに半年で連絡来なくて、切れて怒って電話したのって。そしたら、一人担当の人がついて、半年後になってればさ、もう5月とかに電話して半年11月でしょ。もう夏のピークは終わってるから、まあ一人担当がちゃんとついてね。見に来たりとか、症状まず電話で聞いたりとか、丁寧にヒアリングしたりしたらしいんだけど、まあ遅いよね。もうそこまで行ってから、もう怒ってからだと遅いから、まあお客さん的には満足したんだかどうだか、最後そこまでは俺連絡取り合ってないけど、ちょっとね、納得いかなかったって。で、その時にね、言われた一言が、その、今回こういうね、初期で不良があって、こんな半年も待たされて、こうやって交換してくれてるわけだけど、こうやってこう会社としてどう思ってどう対応してくれんのみたいな、うちに対してっていうのを言ったんだって。その時に、ちょっとまあ私まだ入ったばっかりで新人っていうのもあるし、会社自体がちょっとでかい会社なんでちょっとわかんないんですよね、みたいなことを言われたと。うん。舐めてるよね。でかい会社なんでっていう言い訳は意味わかんないでしょう。そういうところがちょっとね、結構、あるというか、まあそれはね、その人個人の言った発言とか考え方がちょっと悪かっただけで、そのでかい会社様自体がそういう精神で教育してるわけじゃないだろうから、新人をね。まあそれはしょうがないんだろうけど、その子がちょっと悪かったっていうのもあるんだろうけど、ちょっとね、うん、夏はやっぱエアコン屋さん、エアコンメーカーさんなんか特に
超忙しいからおざなりになるし、ちょっと殿様感出るっていうのは、うん、どこのメーカーでもあるかもしれない。そんな中でやっぱりぶっちゃけトーク聞きたい。そうですね。絶対夏に電話かけたくないメーカー第1位聞きたい。もう言いたくないんだけど、何言われるか分かんないから。もうこれもうフルで言ったけど名前。言っちゃいました。うん。大丈夫ですか？いや、P 入れててもらっていいですよ。2ぐらい出して。P2 でもいいですよ。もう、あそこ。あ、そうそう、F2。あれはマジで。いや、メーカーサイドの、工事っていうか、なんつうんだろう、サービスマンとして動いてたことが、まあ自社の人間だけだとサービスなんて回りきれないから、もちろんその下請け業者さんとかいっぱいいるわけさ。その下請け業者さんの中の一社でやってたことがあるんだよ。俺も実際に行ってたんだけど、まずほんとね、もうお客さんとこ行くじゃん。行った瞬間、もうお客さんブチ切れモードなんだよね、基本ね。うん、なんでかって言ったら、やっぱめっちゃ待ったんだって、めっちゃ待ってんだよね。で、7月とか6月とかに、水出てくるとか、冷房つけたら効かないとか、そういう電話したらしいんだよね。で、俺行ってんの8月過ぎてるから、もう終わるわ、夏、みたいな。うん、もう行くところお客さんがもうぶち切れして、どういう対応を電話でしてたらこんだけ切れさせられるのかな、人っていうぐらい、百発百中でお客さん怒ってたんだよね。あれはひどい思いを、毎年夏したね、っていうのはちょっとあって。エアコンはね、使う人からしたらさ、やっぱ高い買い物だし、売ったら売りっぱなしっていうのもちょっと良くない風潮だと思うんでね。まあメーカーさん的にもね、壊れないようにって丈夫な機械を日々作ろうと頑張ってるのはわかるけど、どんなに完璧なものを作っても、やっぱ機械だからね、なんか不具合とか起きる時あるし、壊れる時はもちろん壊れるし、あと最初からこういう機能って聞いてないっていう変わったお客さんもいるから、そういう全ての人のニーズに合わせて作るのは難しいっていうのは分かるから、アフターの方にもその開発にかけてる力の少しでもね、アフターの方にも回してあげるとお客さんも喜ぶんじゃないかな。結局アフターってさ、売ってしまえばエアコンって10年ぐらい壊れないから、次その人がお客さんに戻るのって10年後でしょ、売ってしまえば。だからあんまり力入れないっていう気持ちも分かんなくはないんだけど、まあ、力入れてなくはないんだろうけど、おざなりになるっていうのも分かんなくはないんだけど、そういうところの口コミってやっぱすごく広まっていくと思うんで、なので少しでもこうね、アフターっていうところに力入れてるメーカーさんはいいんじゃないかな。今やっぱこういう話したけど、ディーキンさんのね、アフターとか、やっぱ24時間365日電話出てくれるっていうだけでも結構やっぱ安心感あるし、うん、電話すら繋がらないのとかやっぱあるじゃん、朝9時から夕方5時までとかさ、あ、もうめっちゃイライラするもん、俺本当に。外国人のね、オペレーターにつながったりとか。いや、そう。いや、あとね、人によって答え変わるのとかね、何なんだろうと思って、はい、やっぱあるんでね、どこのメーカーさんでも。もうちょっとこう、アフターの教育っていうのはすごくしてあげた方が。やっぱりね、口コミ大事ですよ。大事だよ。口コミでね、悪かったりするとね、やっぱすぐ叩かれて返事をしたりとかね。うん、この間、そういえば、銀の盾をもらってたじゃないですか。銀の盾？俺が？はあ、そう、俺じゃないでしょ、それ。違う。誰の動画見てんの、それ。もうちょっと何年か前に、ほら、リーキンさんから。もらったね。もらったでしょ、もらった、もらった。大丈夫なのかなと思って、こんな動画を出しちゃったら。あ、いやいや、だって、実際に、ね、お客様からいただいた口コミとか、聞きたい質問とか来たら、やっぱメーカーさん問わずそれに答えるのは、当たり前のことでしょ、それはね。素晴らしい。それはそうだ、別に俺、用意書してるわけでもないんだから。で回し物とか忖度全然じゃないですね。ないないない。でも逆にそういうクレームがいっぱい続くと、うん、俺の中でリーキンさんの評価が下がっていくわけじゃん。そうすると売りたいと思うかって言ったら売りたくなくなってくるよね。なるほどね。うん、そういう風に自分で判断してるだけで、うん、本当にいいと思ったものしか売らないから、あのお客さんにほらまた今年も出したでしょ、おすすめエアコン。入ってないでしょ、ダイキンさん今回。そう、あれって思うんですよ。うん。あれも別に、なんだろう、今年本当にいいなと思ったのと、あと、俺に刺さったっていうだけのね。あれ、そう、主観バリバリでしょ、俺咳止まんないじゃん、最近。もう清潔感って大事なんだなと思って、空気の。うん、ちょっとね、ナノ EX に惹かれたっていうのがあって、パナソニック今回個人的に押したんですけど、毎年毎年変わるからね。その人にとってのいいものって。なんで毎年
そういう情報を出しながらね、あとこういう悪い話だよね、そういう悪い話もしっかり合わせてしていこうとは思うんで、ぜひそういう質問来たら聞いてください、今後も、はい、うん、コメントとかであったやつ抜粋してもらってもいいし、そうですね、皆さんも気になることはコメントでね書いていただければ、あの時間ある時に回答しますんで、うん、今もこうやって休憩中の時にやっぱこう中の人がねこう突撃してくるから休憩もなく答え続けるんで、うん、俺はありがとうございます、うん、また入院するから、そして過労死でそうだね、少しちょっと体調は気をつけて、そうですね、うん、行きましょう、お互いね、熱中症になったとか聞いたんで、そうですね、ちょっとねダメだよ熱中症なんて、気持ちが足りない、 BL ってほら気持ち素人だからしょうがない、そうね、熱中症本当死ぬから、うん、気をつけて、あの本当脳みそここら辺さ、ほら透明な液体入ってるじゃん脳みその中に、うんうんうん、あれがこう熱くて、うん、要は沸騰みたいになって固まっちゃうんだよ、あれタンパク質ってさ、卵あの 目玉焼きと一緒、うん、生卵ファって透明でしょ最初、うん、それがこう焼けてくると白くなってくるでしょ、あの目玉焼きって、その白くこの中が白い状態になったらあれ戻んないから、冷やしても透明に戻んないから、確かに、ね、生卵と一緒だからマジ気をつけた方がいいよあれ、後から冷やしたりとか脳みそどうにかしたりして元の状態に戻るってことないから、後から寝る前にエアコンガンガン効かせれば全然関係ないの、もう冷たい目玉焼きができるだけだね、だけ、うん、冷たい目の透明なのは戻らない、生卵には戻らないからマジで気をつけた方がいい、熱中症は、わかりました、気をつけてくださいということで、皆さんもね夏ちょっと今本番ですけど体調管理だけ気をつけて、寝るときね熱中症になりやすいんでエアコンもしっかりつけながら寝てあげてください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。デラ君でした。バイバイ。